ジョージ・リョウイチ・アリヨシ、1926年3月12日体は、アメリカ合衆国の政治家。民主党員である。ジョン・アン・ソニー・バーンズ州知事の公認として、1974年から1986年にかけて3代目ハワイ州知事を務めた。日系アメリカ人として、また、アジア系アメリカ人として、初めて州知事となった人物である。現在では、 ハワイ州民主党の長老の一人とされている。1926年3月12日にハワイ準州ホノルルに誕生する。福岡県出身で力士を辞めた後に貨物船の船員となり、1919年に寄港したハワイを気に入りそのまま定住した父と熊本県出身の母のもとに生まれる。両親は豆腐屋経営を経てクリーニング店を立ち上げ生計を立てた。 幼少期に軽い言語障害を患う。1944年にマッキンリー高校を卒業後、陸軍情報部日本語学校に入学し、廃墟となった東京で GHQ の通訳として勤務した。帰国後は、範囲大学マノア校を経て、ミシガン州立大学に編入学し、1949年に学士号を取得、1952年には、 ミシガン大学法科大学院において法学志望も取得した。大学卒業後はハワイに戻り弁護士事務所に入所したが、1954年9月に民主党ハワイ州代表だったジョナ・アンソニー・バーンズからの打診により、州下院議員選挙に出馬し当選する。その後は、1958年に州上院議員に当選。翌1959年にハワイが 州に昇格した後も、州上院議員に選出される。州上院議員在任中の1970年に、有吉を後継者にすることを見据えていた、バーンズ知事の依頼により、副知事に就任し、1973年10月に、バーンズが病に倒れた際は、有吉が知事代理としての役割を務めた。その後は、 1974年、1978年、1982年に、渡って参戦を果たし、退任後は、複数の会社や非営利団体で活躍した。私生活では、1955年に、ホノルルで、ジーン・ミア・ハヤシと結婚し、二男一女を設けた。州知事職以外にも、ハワイ弁護士会の理事長や、ファーストハワイアンバンクや、 このルルガス社の取締役などを務めていたが、知事を退任した直後の1987年に日本への旅行から戻った際に3万ドル以上に相当する宝石に関する申告の不備が見つかったため、このルル国際空港の税関において足止めを受け1万1389ドルの罰金を支払った。これを受け、有吉は自らの不手際の責任を取る形で、 ファーストハワイアンバンクの取締役を辞した。ありがとうございます。